1983年のロッテオリオンズでは、1983年シーズンについてのロッテオリオンズの動向をまとめる。この年のロッテオリオンズは、山本和義監督の2年目のシーズンである。山本監督の1年目を年間5位で終え、2年目に向けて巻き返しを図るロッテだったが、オフに主力打者の一人であるレオンリーをトレードで対応に放出。 また右肘を故障して、前年後半より、先々離月中の村田長次が球団への不満から、阪神への移籍を志願し、さらに契約交渉で決裂し突然解雇を言い渡された高橋博士がパリーグに提訴し、一点復帰となるも開幕前に引退に追い込まれるなど、オフから不穏な状況が続いていた。チームは、 前年三冠王の落合博光を中心に打線が、好調で、開幕から5月上旬までは、西部と首位争いをしていたが、5月中旬から6連敗一つ、勝った後8連敗また一つ勝った後6連敗、であっという間に最下位に転落。その後も6月下旬に7連敗、7月中旬に7連敗、さらに8月下旬に9連敗と大型連敗を繰り返して、 再開が定位置となり山本監督の身体問題が浮上。打線は落合が3年連続で首位打者となり、レロンリーと水上吉尾も3割をマークしたが、チーム打率はリーグ5位。一方村田不在の投手陣は、深澤修雄と水谷の博が2桁勝利を挙げたもののチーム、防御率は5点台で12球団再開だった。 それまで12球団で唯一ペナントレース再開の経験がなかったロッテだったが、5位南海に8ゲーム差をつけられて球団初の再開となり、山本監督は責任を取らされ解任となった。ありがとうございます。